イタリ学館大、谷岡学長写真を拡大。日本レスリング協会副会長でイタリ学館大の谷岡邦子学長、64、が22日放送のテレビ朝日系、ワイド、スクランブル、月チルダ金曜、1010時25分。のインタビュー取材に応じ、レスリング部監督を解任した栄和人監督、57、からのパワーハラスメントを受けていた五輪4連覇の伊調馨、34、イコールアルソックイコールへの思いを明かした。谷岡学長は、パワハラ問題が発覚した今年3月の会見で伊調について、そもそも選手なんですか、などと発言し波紋を呼んだ。今回のインタビューで学長は、問題発覚後、伊調と会ったかを聞かれ、話せるものなら話したいですよ、と本音を漏らした。その上で、選手なんですか、発言について、うちの体育館には彼女の写真がたくさんあります。彼女が偉大な選手じゃなかったなんてことは一瞬たりとも思ったことはありません。素晴らしい偉大な選手なんですよ、と示し、でも、今のこの時点で選手なんですか、というつもりで言ったことが一人歩きしました。誤解を与えた私の言い方もまずかったのかもしれませんが、今、考えても文脈上は、そのことが理解できるようにお話をしたつもりだったんです、と訴えていた。